え、どういう酒が好きなんですか。何の話してんの今。いや、タイプで言ったらどっちの方が先。このようなものとは思えないくらい一緒だけど大丈夫そう。大丈夫言うのあるじゃん。邪魔してもらえなくていい。ちょっとあれ今回の企画はなんとホスト VS アイドルの選曲対決。イエーイ、ありがとうございます。一応この盛り上がり夢のコラボを実現させていただきました。じゃあこれ夢ってこと。夢のコラボ、夢ってこと。アクセルの皆さんでよろしくお願いします。素晴らしいです。少年ジャンプで絶対強いキャラいるじゃん。ラッパーですか。今を代表する。接客してほしい。ホストね。お客さんとしてね。でもホストっぽいっすよね。でも。いや、そう、もっとホストが何人かいるんですよ。ありがとうございます。今回のルール説明します。一人の女の子に来ていただいてますので、5分間同時について一対一で接客していただきたいと思います。同時につくの。そうです。2対1で。そうなんですね。そうです。同時に女の子に1回1回勝敗を決めていただいて。最終的に何勝したかで結果が決まると。なるほどなるほど。女の子のですね、ときめきポイントを聞いていますので、もうすでに、うん、もしそういうことをやっていただくとポイントが高くなるという。ああ、もうすでにあるんやな。そうです。もうすでにどんなことしてほしいか聞いてますので、皆さんそれをちょっと探り探り、なるほど、やっていきましょう。はじめまして、うーたんです。よろしくお願いします。はじめまして、りょうまアイスクリームです。お願いします。お願いします。お願いします。お名前お聞きしてもよろしいですか。さあちゃんです。さあちゃん、一番可愛い名前はこの世で。名前はさあちゃんなんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。俺50の中で一番さあが好き。そうなんですか。さあちゃんって綺麗ですね。ありがとうございます。趣味は何ですか。趣味か、でも動画編集するかカラオケ行くかみたいな。あ、か酒飲むか。酒好きなんですね。めっちゃお酒好きです。どういう酒が好きなんですか。あ、これですね。あ、ミルクティーを。あ、ミルクティー、いただきます。乾杯です。乾杯でございます。乾杯でございます。さあちゃんってさ、キャラクターなん。どんなキャラクター。うん、なんか俺普通に姫キャラやってんねんけど、さあちゃんはどんなキャラクター。どんなキャラクターなんだろうね。同じお姫様。同じ、あ、同じお姫様ってことか。じゃあちょっと待って。さあちゃんはなんかどういうなんかちょっと待って、曲って歌うんですか。でもオールジャンルだから行く人に合わせます。じゃあなんか例えばどういう曲っつうか、例えばちょっと待って、カツンダとかさ、いろいろ歌うじゃないですか。そういう、どういう系のやつを歌ったりとかする。難しいな。これ、何の話してんの今。ちょっと待って。今、なんか趣味でカラオケとかも歌うしみたいな感じで話されたから、どういう、うん、曲歌うんですかって聞いた。やっぱ、しっとりした感じのレゲエやんな。レゲエわかんないんですよ、私。レゲエやんな。いや、レゲエわかんないんですよ。わかんないんですか。いや、レゲエわかんないです。ウェイって感じ。タイプで言ったらどっちの方が先かな。おぉ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした。なんか、うん、動画的に言っていいのかなとか。あ、全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ。動画的に言っていいよ。例えばどんなこと言って。自分の本名、うん、まあ別にバレてもいいけど漢字とかなんか、あとパッて思いつかないことパッて言われちゃうから、うん、結構じゃあちょっとなんか初心者すぎて特殊だったと。どっちが変だったの。こっちで。じゃあちなみにじゃあ今パッと見でこう接客受けてどっちが勝ち。でもどっちもどっちだけど、どっちかしらやる。不意に手握ってくれたから、うん、こっちの。おー、いいですね。わかりました。それではいきます。みんなに5分かかってね。はい、よーい、はい、すいません、失礼します。お願いします。ゆうさん、お願いします。ありがとうございます。あ、ちょっとお願いします。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。まず聞きたいんですけど、どちら様ですか。え、どちら様ですか。お名前だけじゃあ先に行こうかな。そう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 、さあちゃんです。さあちゃん、自分からちゃんもつけちゃうタイプ。素晴らしいね、本当に。いるいる、たまにいるね。じゃあお酒一杯一緒にもらってもいいですか。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。
いや覚えた。可愛らしい感じだね。色白でね、この世のものとは思えないぐらい白いけど大丈夫そう。大丈夫。ちょっと待って。色なんかこうあの歩いて声とかかけられんかった？大丈夫です。声かけられなかったです。そっけー、絶対声かけられるやろ。いやここら辺よく行くの？外か。いや、だいぶ毎日行ってるの？てか毎日いるんで、朝から晩まで大体ここにいる。あ、そうなの？え、大丈夫？それ6年働いてるけど、こんな美人見たことない、まあ、見ないわな、こんな色白でね。ちょっと乾杯させて。いい？いただきます。乾杯。自分もいいですか？いただきます。乾杯。よし、行くぜ。いただきます。わお。あー、ちょっと待って。とっても美味しい。あの、察してくれたら分かると思うんですけど、あの可愛いけるって言ってます。お願いします。え、そう。それで言ったら俺めちゃめちゃオラオラ系で売ってるんで、よろしくお願いします。あれ、キャラ逆じゃない？よろしくお願いします。え、私の一番可愛いところに気づいてるじゃない。知ってる？知ってます。知ってるよね。そうだよね。僕全然あの川崎ドリフトとかいっぱい歌っちゃうんですけど。なんかちょっと意外。ラッソンとかすごい。ちょっと聞きたい、聞きたいっす。え、ブルンブルンブルンってね。大丈夫かな。あ、裏であの締め殺しとくんだよ。大丈夫。ちょっと待って。俺もお姉さんぐらいに白くなっちゃうけど、これはもう見えないぐらいに白くなっちゃうけど、大丈夫かしら。うん、確かに。あ、引いてるね。引いてるね、今のこれ。ちっちゃくない？え、ちっちゃくない？俺だって顔のくせに2倍ぐらい。俺だってマシマシみたいな顔じゃん。やばいよ。画角見たら多分分かるんだけど、まあ、確かにな。確かにって言われちゃってる。なんか俺が言うとまたちょっと裏でやられちゃうんだけど。すごいね。え、出身東京？違います。あ、どこなの？九州です。九州なんだ。俺九州で悪い子見たことない。いや、悪い子って。こっちに住んでるの？いや、関東の。ブラ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 して生活してます。あるね。あ、まあ、いつでもどうぞ。マジで？え、そういうのありなん？そういうのあり。邪魔してもらえなくていいですか？ちょっと、あれ？もうできてるの？おかしいな、これ。あ、すごい、ブイ。これで生活稼いでるから。家賃水道もらえるから。でもさ、大丈夫なの？でも、ってことはさ、いろんなホスト見てきたわけでしょ？でも、いろんなホスト見てきたら分かると思うけど、キャラ結構強いやつ多くない？売れてる人でも。そうですね。そうそうそう。でもそれって結構めちゃくちゃ大事なことだよ。だからちょっとこういうのでなんか目立とうと思って。そうそうそう。普段こういうキャラじゃないんだよ。え、そうなんですか？普段もっと陰キャラし。俺家めっちゃ好きなの。アニメとかばっか見てる。でもさ、うん、ホストって歌舞伎しか行かないの？なんか結構地方とかあるよ。うん、あ、でももともと地方住みなので、うん、地方はめちゃめちゃ行ってました。あ、そうなんです。やっぱどう？こっちと比べて。確かに。どっちの方がどっちとかある？レベルというかさ。でも顔ラン高いのはやっぱ歌舞伎町かな。ありがとうございます。もう僕の顔を見てそう言われたら、おめでとう。進んでしまうね。おめでとう。あ、でもね、たまに地方出勤してるんだよ、もう。大阪、福岡、仙台行ったかな。あ、でも福岡出勤してるの見たことある。名古屋。ねえ、やっぱり歌舞伎が一番、まあ、ホーム感がね、やっぱりね、うん、まあ、その中でおすすめしたの誰かって言うと優勢ってやつなんだけど、なんかね、風邪忘れる人めっちゃいいやつらしいよ。あ、でもこれ言っちゃいいのかな、言っていいのか分かんないけど、最近ここら辺でめちゃくちゃ人気出てるホストいるらしいのよ。まあ、望月健人なんだけど。長い長い長い。望月健人なんだけど。どっちにする？俺にしとく？どっちにするの？エロギみたいな感じだった。エロギみたいな感じだった。18って書いてあるな、これ。だからボーイフレンドカッコ仮みたいな。すごいよ。ということで、2番手接客終わります。どうでしたか？え、面白かった。面白かった。よかった、気分が上がって。いや、さあちゃんもホスト歴何年ぐらいだっけ？え、もう4年くらい通ってます。あ、その中でも面白かったって言ってくれてるってことが。よろしい。え、ちなみにどっちが良かったの？どっち？どっちが良かったの？こっち！ということで、今回はなんとホスト側の勝利です。じゃあ、1勝1敗だね。なるほど、わかりました。次のメンバー参りますか。はい、どうぞ。使っていくよ。メンティいます。好きなだけ入れてください。したらもう俺も脱いじゃおうかな。あららら。